やっぱ宇佐美さんとかですかね、いっちゃん若い時の。その時は中学生とか 小学生、小学生上がってるか上がってないかぐらいです。その時はもう俺はおらへんかったね。あ、多分いました。見てました、ガンバ。ガンバが三冠取った時テレビで見てて。14年、僕小学2014年やから6年生です。6年生の時とかですね。なんか憧れの選手とかいます？憧れの選手やっぱあの大黒さんですか。大黒さん、はい、大栗、はい、これまたレアなあれやね。あのガンバの時のプレーじゃなくて、あの京都サンガの時のイメージが強いんですけど。あ、そっち、はい、意外。その時に、はい、あ、でも直接でも指導してもらって、はい、してもらってましたね、去年。大黒さんはどんなコーチなんですか？いや、なんか最初はあの見た目でめちゃくちゃ怖そうな人だなって思ってたんですけど。あ、このもうマッシュルームみたいなこんなんでね、あの髪型な。まあでも教えてもらうってなったら優しく指導してくれますし、分かりやすい、説得力が、はい、説得力があるんで。今までに何か知らなかったこととか教えてくれる、やっぱり。まあ、そうですね、動き出しのバリエーションっていうのは増えたと思います。山口選手は何か憧れの選手います？憧れの選手はやっぱり宇佐美選手ですね。みんなみんな宇佐美選手、宇佐美選手なんやな。やっぱり点取りは前線の選手やもんね。そうですね、シュートのバリエーションもそうですし、技術の高さとかドリブルの高さっていうのもやっぱりすごいなっていうのは、まあ、ちっちゃい頃から見てたので。あ、まあ、もちろん梶選手も見てました。なんか今もう付け加えたように今もう言うてるね。じゃあですね、これ梶散歩恒例ですよ、企画ものです。サイコロ準備しました。お題トークいきます。でこのサイコロが出た目でちょっと自分のトークを広げていってもらいたいと思います。これはもうトーク力いりますから。でここに一つだけドクロあります。ドクロは、罰ゲームとして一発ギャグです。一発ギャグモノマネ変顔、誰もやったことないゴールパフォーマンス。これ一つのお題に対して全員が答えてもらいます。はい、いきます。リリ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 リ。僕は、サッカー以外に小学生、いや幼稚園入る前ぐらいからピアノもやってて、お、はい、で中学1年生ぐらいに辞めたんですけど、まあ、結構あのそれまではコンクールとかも出てたので、それなりに弾けるかなと思います。あ、そうなん、それ意外やね。なんか綺麗な顔してるもんね、ピアノ弾きそうな感じやもんね。なんか超ネクタイしてこう、こうあ、してます、してます。いや、そうやな、してたよね、はいはい、イメージ通りの子やな、この子は。ね、はピアノ、はい、今でも弾ける。今ではちょっと趣味で、何を弾くん？最近やったら J-POP とかの。絶対音感とか持ってる？いや、そんなんはないですけど、ちゃんと楽譜見て。あ、楽譜見て弾ける。はい、これはすごいな。どっかでなんか披露してほしいよね、今年1年の間に。それはちょっとまだ SNS とかであげます。お、皆さん聞きました、 SNS であげますと、はいはい、皆さん今後期待です。中村選手のピアノ、はいはい、じゃあ次、佐藤選手。いや、自慢は、まあ、次郎がピアノ習ってたっていうのと似たような、まあ、習い事で空手をやってて、小学の時に。わあ、やってそうやな。イブラヒモビッチっぽいな。まあ、それであの大会で優勝したりしたことはあります。大会っていうのは大阪の大会？あ、いや、あの、まあ、熊本なんで出身。あ、そうか、熊本か、はい、熊本の、まあ、そんな大きな大会とかじゃないんですけど、あ、まあ、一応大会で優勝したことはあります。強いな。決め技は？決め技ですか。ハイキックと。ハイキック。ハイキック。イブラヒモビッチやろ。ぜひあの今シーズンハイキックでちょっと1点取ってもらって。ちょっとね、はい、イブラみたいな感じでね、はい、期待します。じゃ
山見選手。まあ、自分の自慢としては、まあ、小さい頃からサッカーの J リーグの選手名鑑を見るのが好きだったので、そういった選手とかを覚えるのがめちゃ得意です。あ、そう。じゃあ、あのポテトチップ、あのサッカーのポテトチップあるでしょ。J リーグチップスも、J リーグチップス、はい、買ってました。あれも買ってた。はい。はあ、いや、それ誰が当たると嬉しいの？やっぱりガンバの選手とか当たると嬉しかったですね。へえ。で、多分いらんとかっていう人いるの？それ。あ、これかみたいな。いや、まあ、いや、まあ、いますですね。いるか。ああ、そう。山見選手に聞いてもらえれば、J リーグの選手すべて多分特徴もすべて答えると思うんで、ぜひ聞いてやってください。はい。じゃあ続きましていきますよ。いきますよ。テレレレレレレテレレレ。ああ。他者紹介。隣を紹介する。だから中村選手は坂本選手を紹介するっていう形ですね。はい。中村選手をどんな選手ですか？坂本選手。普段からもそうですけども、人間として、人として。人として、まあ、まあ、とりあえず、まあ、まずは優しいっていうのですよね。こんな顔をしてるから、それやつ。それで怖かったらね。サッカー、ドリブルうまい。ああ。イケメン。いや何喜んでるの？喜んでるの？喜んでるの？イケメンよの。ありがとうございます。あとは、まあ、紹介むずいっす。普段どんな感じなの？普段っすか。温厚、切れたところを見たことない？いや、ありますよ。普通に。いや、あるんか。あるか。え、怒るんや。サッカー中は結構。あ、サッカー中はね。私生活とかなんか汚いとか、なんか。いやいや、部屋は綺麗でしたよ、めちゃくちゃ。なんか見たままの綺麗好きだと思います。イメージ通りで、ね、逆になんかムカつくねなんかもうちょっと崩してほしいけどね皆さん見たままの、あのこの通り の選手だそうです。はい。じゃあ次、あの中村選手が坂本選手を紹介する。はい。まあ、伊佐はよく知ってるでしょ、でも。はい。でも伊佐は、まあ、金持ち、家が金持ちいや、それ大事よ、それ大事よ、はい、家金持ちはそれ、はい、で、中村選手のとこ家は、まあ、普通分かんないです、はい、で、まあ、サッカーも上手いし、強いし、強い、速いし。お、速い。あ、3秒揃ってんね。でもたまに、うん、怒った時とかはすごい怖くなるそれ空手やってるからそれは怖いよね、はい、喧嘩とかはしない？2人は全然まあでもサッカーで何回か言い合いとかはなりますけど、でもすぐ仲直りっていうか。なるほど、はい、喧嘩で勝てそう？勝てないです。勝てないな、そりゃそうやな。そんな可愛い顔してるからね。それな。勝てます。そうやな。山見選手は知らんもん。知らないですよね、誰も。中身あんまり知らないです。はい、俺はね、いや、予想的にはどういう人やと思います？お二人は。坂本選手と中村選手は山見選手紹介するとしたら、大体でいいですよ。大体で山見選手ってこんな人なの？怒らなそうとかです。怒らなそう。はい。はい、頭良さそう。頭良さそう。はいはいはい。はい、大学出てますから、はい、俺の見立て的には部屋汚い、整理整頓できないで、ちっちゃい見たまんまかちっちゃい。あ、でもなんかこう性格的には大胆、結構大胆にこう決めれるタイプやね、うん、で女の子には消極的かな。その通りだと思います。これなんかさ、用意書されてるみたいな、全然思わないよこれ聞きたい。10年後の自分、その頃には戦ってるのかなと思います、ね、できるだけ長く頑張る大阪にいて、チームに貢献できたらと思います。ええ子やな。